WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン名代信夫。デビュー8戦目で迎えた世界タイトルマッチでは、あのカリスマ辰吉丈一郎に並ぶ国内最短世界王座奪取。自らのボクシング人生において対戦相手の死という試練をも乗り越えてきた25歳、亡き友の魂を受け継ぎ、名代が2度目のタイトル防衛に挑む。一方、その王者の前に立ちはだかるのが日本人キラー、アレクサンデル・ムニョス。過去4度の日本人との世界戦は全勝 3KO。セレス小林から世界タイトルを奪い取ったそのハードパンチで、最強挑戦者が王座返り咲きを狙う。ボクシングを始め、アマチュアで172戦163勝、膝の故障でアトランタオリンピック出場は逃しましたが、ベネズエラではその存在は注目の的でした。19歳でプロ転向、デビューから21連続 KO 勝ちで迎えた2000年3月、セレス小林を5度倒し WBA スーパーフライ級タイトル獲得。その後全て日本で3度の防衛を果たします。2004年12月、メキシコのカスティーヌに敗れ王座陥落。去年1月のリマッチではダウンを奪いながらスプリットディシジョンで惜しくも王座返り咲きは逃しました。現在のコンディションもキャリアもスピードも全て自分が上、必ず6ラウンドまでに倒すという元世界チャンピオン、トップコンテンダー、アレクサンデル・ムニョスです。続きまして赤コーナーより名代信夫選手入場です。大阪が生んだボクシング界のニューヒーロー、2度目の防衛戦、プロ10戦目にして初の東京での試合、 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン名代信夫。沖縄出身の父の影響で幼い頃からボクシングに接し、自らも世界チャンピオンを夢見て奈良工業高校でボクシングを始めますが、インターハイはベスト8止まり、大学へ進学後も決して目立つ存在ではありませんでした。しかし武骨ともいえるそのスタイルはプロのリングでその進化を発揮します。近畿大学在学中にプロデビューし、3試合連続 KO 勝ちを収めると、無名の新人から一気に世界の頂点へ駆け上がります。去年7月22日無謀とも言われたマーティン・カスティーリョへの挑戦、相手のまぶたをパンチで切り裂き、見事 TKO でタイトル獲得。プロ8戦目でのタイトル獲得は、少年時代の憧れだった辰吉丈一郎に並ぶ快挙でした。12月には大差の判定で初防衛を果たし、今宵2度目の防衛戦。これまであえて困難な道を突き進んできた名代が選んだ相手は指名挑戦者、日本で4戦全勝のアレクサンデル・ムニョスでした。今日も黒のガウンに身を包み、さあリングした名代信夫です。3年ぶりに日本で開催されるトリプル世界タイトルマッチ、その先陣を切って WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン辰吉丈一郎と並ぶプロ8戦目で世界を取った名代信夫が、いよいよ東京のリングに上がります。相手は KO 率 93% を誇るハードパンチャー、元世界チャンピオンアレクサンデル・ムニョス。リング下じっと集中します。チャンピオン名代信夫、どんな相手にも決してひるむことなく前進を続ける生粋のファイター、なにわのハードパンチャーが最強の挑戦者相手にその実力を見せつける時が訪れました。 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン名代信夫です。
ワールドプレミアムボクシング WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンドを行います。赤コーナー、日本ボクシング史上最短8戦目での世界王座獲得、大記録保持者、9戦全勝、全9勝のうち5勝がノックアウト、公式計量115パウンド、無糖ジム所属。この試合が2度目の防衛戦、チャンピオン那城伸夫。青山は指名挑戦者、31戦29勝2敗、29勝のうち27勝がノックアウト、公式計量114パウンド4分の3、ベネズエラ出身、 WBA 世界スーパーフライ級第1位、元 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン、前のハードパンチでチャンピオンベルトを取り返すか、ランキング1位アレクサンデル・ムニアス。この試合ジャッジはアメリカから53歳ライル・カイズさん、 WBA 審判委員長でもあるカナダのガイ・ジュトラスさん74歳、そしてベルギーから60歳フィリッペ・ベルペケさん、この WBA を代表するベテラン3人が採点します。そしてレフリーはアメリカの50歳ラファエル・ラモスさんです。ここで試合のルールを確認します。採点は10点4、3ノックダウンシステムです。ラウンド終了間際のダウンもゴングに救われることはありません。偶然のバッティングで試合続行が不可能になった場合、序盤4ラウンドまでは引き分け、5ラウンド以降はそのラウンドまでの採点で勝敗を決します。そしてメキシコ製8オンスのグローブが使用されます。ファイターナシロは相手の懐に飛び込んで集中打を浴びせたいところ、一方ムニアスには破壊力抜群の一発ビッグパンチがあります。さあ WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦第1ラウンドのゴングが鳴りました。黒のトランクス、シルバーのベルトラインがチャンピオンのナシロノブオ、そして赤のトランクス、チャレンジャーのアレクサンデル・ムニオスです。ムニオスが左を伸ばしていきます。リング中央はチャンピオンのナシロノブオ、少し足を使っています。さあワンツーを見せていきました。アレクサンデル・ムニオスじりじりとプレッシャーをかけています。おっと踏み込んでいく。ナシロとしては何としてもこの距離踏み込んでいきたいというふうに試合前は話していました。藤原トレーナーも攻撃が最大の防御、そのつもりで試合を行うというナシロチャンピオン、左を伸ばして前進する。ボディエクラ顔面で、さあ挑戦者を追い詰めるナシロです。レフリーのラファエル・ラモスが一旦分けました。第1ラウンド緊張の立ち上がり、共にファイター同士の一戦、壮絶な打撃戦が予想されます。まもなく立ち上がり1分経過、大きな左を見せていきます。飯田さん、はい、かなり大きなパンチをナシロが振っていっていますね。そうですね、はい、僕は最初は細かいパンチを言って、後で大きいのを狙うために最初は出さないと思ったんですけど、はい、でも今ちょっとわざとゆっくり打ってるのかなというのはありますね、はい、少し、はい、それは動きがゆっくり、これはどういう考えでしょうか。わざと本当に狙う時にはもうスピード、今ちょっとスピード上げてきたんですけど、最初はわざと遅いのを見せておいてっていうのの、そういう作戦かもしれないですね。作戦、はい、そしてセレスコ林さん、あっとボディを打っていきましたが、なんといってもセレスコ林さんはこの挑戦者ムニオスと対戦の経験があります。そうですね、はい、パンチありますからね。ただムニオスもっと右を、ね、大きく打ってくると思ったらそれほど打ってこないです。今日左ですね、はい、左から右、はい、そして今ボディーブローを打ってきました。これはムニオスの立ち上がりはどのようにご覧になりますか。いや、動きはなかなかいいと思いますね、はい、チャンピオンのナシロが25歳、今日がプロ10戦目、一方のムニオス、こちらは28歳、今日が32戦目。左、ナシロの左です。ナシロ君もっと低くなりですね、重心を、はい、もっと中に潜りたいですね、はい、しかし大きなパンチを持っているのがアレクサンデル・ムニアス、実に KO 率は 93%。 一方ナシロもこれまでプロのキャリア9戦全勝、5つの KO 勝ちがあります。世界タイトルマッチ12回戦、緊張の立ち上がり、まもなく第1ラウンド残り40秒になるところ、比較的お互い飯田さん、はい、何か静かなというふうに見ればいいんでしょうか。それともそうですね、はい、ちょっとナシロ君緊張しているのか、ナシロ君チャンピオン、はい、おっと打ち合いになる、大きなのありますね、大きくちょっと、
そういうのあるんですけれども、はい、まあ、ここでちょっと試運転様子見ながら、はい、まあ、無理して出ていってないですからね、危ないことはないですけどね。左を出していきました。さあ前進するナシオ、赤コーナーに追い詰めてボディーが顔面。さあ第1ラウンド残り10秒になりました。ナシオの素早い連打がありました。さあムニオスもここは打ってくるか、ボディーブロー、そして顔面に。第1ラウンドが終わりました。ハードパンチャー同士の一戦、第1ラウンド終わっています。WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、放送席の解説は歴代この WBA 世界スーパーフライ級チャンピオンのお二人、飯田聡さんとセレス小林さんでお送りしています。さあ緊張の第1ラウンドが終わりまして、第2ラウンドまもなくゴングです。チャンピオンナシロのボンにとっては初めての東京でのお試合になります。そしてアレクサンデル・ムニオス、これが日本では5試合目、過去4試合いずれも勝っています。さあ左をついていきました。低い体勢からセレス小林さん、はい、その少し第1ラウンドはまだ高いんではないかというチャンピオンの動きのように見ていたようですが、そうですね、はい、このラウンドはどのように変化してくるかですね。そうですね、あのムニオス選手のこの距離ですね、はい、懐結構深いんですよ、で思ってるのも遠いんで、はい、ちょっと戸惑うかもしれませんが、距離を掴んできてからが勝負ですよね、はい、それまでに大きいパンチをもらえたらないですよね、はい、また踏み込んで左を打っていきました。チャンピオンの那城信夫、自分もこのタイトル防衛に挑戦するつもりで今日のリングに上がりますというふうに飯田さん、チャンピオン那城は話していましたが、そうですか、なんとも危険な相手ですよね。そうですね、あとワンツー、はい、まあ、そんなにムニオスの方も大きく強く振ってないんですけども、振ってるようには見えないんですけども、はい、本当にこれが硬い強いパンチなんですよね。村山さん、はい、チャンピオンサイドなんですが、チャンピオンナシロ自らが口を開きましたね、はい、やっぱりムニオスはパンチがあるわと言ってそうですね。あ、そうですか。それに対して藤原トレーナーはまだまだ硬いな、肩を振って柔らかくリラックスしていこう、そう言って送り出しました、はい、多少飯田さん、やはりそのチャンピオンも立ち上がり緊張感がね。そうですね、1ラウンド目は、まあ、やっぱり硬い、動きが柔らかくなかったですね、はい、このラウンド、そうですね、本当にセコンドの指示通り肩を揺らしながら足もボディーブロー、あと顔面ですよ、左のパンチが顔面をヒットしました。ナシロ、さあ前に出る、その前にですね、ムニオスのボディーブローもナシロを捉えていました。村山さん、はい、そのムニオスサイドなんですが、マラモストレーナー、いい動きではあると、はい、ただもう少し左のガードを上げて距離を取りながら、左のボディ、これのボディで試合を組み立てろという指示です。セレス小林さん、はい、そのあたり左のボディーブロー今ラウンド中も見せましたよね。そうですね、今見せましたね、ただ以前はね、あのボディなんて打たなかったんですよね。あ、そうですか。もっと強引に力で打ったんですけど、ボクシングが変わってきましたよね。あ、そうですか。高い KO 率を誇るアレクサンドル・ムニオスに対してチャンピオンナシロ距離を詰めて今ショートの連打。第2ラウンドも残り50秒になりました。お互いに出方を伺って、さあムニオスのワンツー、大きな右、ナシロの大きな右、ナシロチャンピオン左フックをかなり、公開スパーリングでも、うまく、早く出していたので、はい、まあ、ムニオスがその左ボディを狙ってくると、その左のかぶせですね、かぶせるようなフックが、はい、チャンピオンのフックが当たると思いますね。そうですか。ただムニオスが打っていく、ムニオスの連打、今左が顔面を捉えました。あの以前のムニオスはですね、右アッパーの後で何も続かなかったんですけど、はい、今日は右アッパーじゃなくて左のフックの返しを打ってますね、はい、このあたりコンビネーションブローも身につけてきた。アレクサンデル・ムニオス、さあラストが出る、おっと、これはスリップか、これはスリップです。一瞬足が滑って体勢もつれました、チャレンジャーアレクサンデル・ムニオス。ナシロがプレッシャーをかける、ここで第2ラウンド終了です。第2ラウンドも大きなパンチの応酬がありました。チャンピオンナシロの攻撃、この低い体勢から飯田さん捉えてますね。そうですね、この練習してたパンチだと思いますね、はい、こういったところからナシロが徐々にペースを掴んでいくのか。しかしムニオスもその後連打を打ちました。さあ第3ラウンドです。今日がプロ9戦目というナシロ信夫、デビュー以来5戦目でこのムニオスとフルラウンド戦った当時の世界ランカーホンダを破って、この世界リンク、あっと左が当たった、ナシロの左が当たりました。ホンダを破って世界ランク入りを果たしました。日本タイトルを一度防衛して8戦目で世界タイトル奪取、あの辰吉丈一郎と並ぶ国内では最短タイの記録を持っています。初防衛を果たして今日が2度目の防衛戦のナシロの防衛です。チャンピオンの、ね、動きが少し、ね、柔らかくなりましたね、はい、そうですか。左の連打、
そしてこのチャンピオン那代信夫は飯田さん、はい、もう自分はファイターですというはっきり、そしてこのスタイルを変えるつもりはないんですという話をしています。そうですね、あのまあ1ラウンド目やっぱりそのムニョスのガードパンチ、これは相当警戒してたと思うんで、まあ、そのあのまあガードの上からもらって、はい、やっぱり強いんだ、まあ、それはそれで OK で、まあ、本当に動きが良くなってきたんで、はい、警戒しながらこれからどんどんリズムに乗ってくると思いますね、はい、村山さん、はい、那代本人もねやっとほぐれてきましたわ、そう話しています。あ、そうですか。さあ接近して打ち合いになる。ムニョスもパンチを返してきます。ムニョスはやはりセレス小林さんどうなんでしょう、はい、少し距離を取った方がいいんでしょうか。接近戦はどうですか。いや、遠い距離からのパンチが伸びるんで、本人としては遠い距離で打ちたいんでしょうね、はい、思ってるよりも那代選手が頭から来るんで、はい、ちょっと持て余してる感じですよね。あ、なるほど。村山さん、はい、その通りですね。ムニョスサイドはいや、もっと距離だと、距離を取らなければいけないという指示が飛んでいます、はい、ただこの距離を詰めて懐に飛び込んでというのはもう身長差もそしてリーチの差もありますんで、飯田さん、那代の狙いという部分ではありますよね。そうなんですけども、那代は今みたいにこう入っていきたいで入って、細かくパンチを打つ、はい、でなんですけども、やっぱりその入る瞬間、また今度出る瞬間も、逆にムニョスのチャンス、あと左みたいな大きなパンチですね。ワンツー、あと左が打ちだった。さあムニョス足が止まった。那代も打ち合う。さあ打ち合いになる。激しい打ち合いになりました。ムニョスのボディ、そして那代は顔面へ。このラウンド残り1分を切りました。さあムニョスがプレッシャーをかけるか。ムニョスがボディーブロー。ムニョスの顔つきが変わりましたね。変わりましたか。さあムニョスがここからスパートをかけるのか。ちょっとナショナルハウスが右、あ、今右のストレート、右のストレートの顔面打ち抜いた。ナショナル右、ナショナル右、ムニョスも打ち返してくる。さあ残り30秒、まだこのラウンド30秒あります。ナショナルもタイミングのいいパンチが当たっています。今度はムニョス強引なボディーブロー、左を合わせてきます。ナショナル激しい打ち合いになりました。第3ラウンド、できればガードの上からじゃなく、はい、チャンピオン外したいですね。外したい、はい、ガードの上からも効いてくるんですね。あ、そうですか。それだけ強いパンチを持っていますチャレンジャーのアレクサンドル・ムニョス。過去日本でタイトルを取って3度の防衛の経験がありますアレクサンドル・ムニョスです。あと、それは何か当たった。さあ、ナショナが出る。ナショナが出るか。ムニョスも応戦する。大きなロングフックが当たりました。足を、ここで第3ラウンド終了です。第3ラウンドも激しいパンチの応酬がありました。これはお互いに左を出していって、那代のパンチの方が飯田さん捉えたでしょうか。そうですね、そしてこの打ち抜くようなね、一瞬聞きましたね、右ストレート那代、このあたりがそのがむさらにただ出るファイターだけではないという那代のボクシング の、 そのファイターとしての技術を兼ね備えた選手というのが那代チャンピオンです。さあ第4ラウンドが始まりました。序盤3ラウンドまで終わっています。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオン本当にさっきの3ラウンドのような戦い方をするといいと思いますね、はい、あの無理に出ていく必要もないし、あ、左、はい、チャンスのところ離れ際、ムニョスガード下がるところがあるので、はい、ボディーブローです。こういうところにしっかり、見栄えのいい大きなフック、はい、当たるとポイントになってきますね、はい、那代もそろそろセレス小林さん、はい、相手の動きも含めて自分のペースもという段階に入ってきたんでしょうか。そうですね、3ラウンド目の動きはすごい良かったですね、はい、第3ラウンドはクリーンヒットもありましたチャンピオンの那代。第4ラウンドの立ち上がりです。村山さん、はい、チャンピオンサイドは、ね、右のストレートが当たるんじゃないかという指示が出てますね、はい、ただ本人にそれを言いますとね、はい、まだ怖さがあるんだと本人話します、ね、あとはムニョスのパンチ、ムニョスのパンチ、もうちょっともらいましたね、ムニョスの連打。今度はナショが踏み込んで打ってくる。しかしムニョスのパンチがちょっとナショの顔赤く変わってきたでしょうか。右のまぶたの周りのあたりが赤くなってきましたチャンピオンのナショノブオ。共に好戦的なファイター同士の一戦です。ムニョスがじりじりとプレッシャーをかけていきます。しかしチャンピオンのナショもここは足を使って少し距離を取ります。踏み込むタイミングを狙っています、うん、大きなアッパーカットアレクサンデルムニョス、まあ、この大きなアッパーで日本人選手もなんとなくキャンバスに沈めてきました。チャレンジャーのアレクサンデル・ムニョス、元世界チャンピオン。あのムニョスがジャブに右のクロスをちょっと合わせてますよね。右のクロスをですか、はい、合わせ始めましたよね、はい、そのあたりムニョスの方もこのナショの動きを読んでという動きになりつつあるんでしょうか。そうですね、はい、左を出します。左のジャブ、これがそのリーチ差のあるナショの陣営にとってはちょっと邪魔になるのではないかという話もしていました。距離が長いんですよね、
あの伸びてくるというのはこのリングサイドで見ていてもステレスさはっきり分かりますよ。それで、まあ、あの少しムニョスというのはですね、はい、バランスを崩したところからでも、強いパンチを打ってくるんですよね。そうなんですか、はいはい、そのあたりはチャンピオンのナシロも警戒しなければいけません。ナシロ選手もうちょっと、ね、状態を小刻みに振りたいですね。振りたい、少し止まってますよね、はい、あそうですか。ただそれだけその相手のプレッシャー、あっと左のダブル、さあナシロが内際逆にパンチを返していきます。チャンピオンが右のストレートを打つの怖いっていうふうに言ってるんですけど、やっぱり森野さんはこれアッパーフック、はい、打てますからね、強いパンチで打てますからね。さあ距離が詰まった打ち合いになるか。おっと右ストレートを打っていったところにこう合わされるのが怖いっていうことだと思いますね、はい、嬉しい打ち合いになっています。チャンピオンね、さっきの下をねもっと見せたいですね。ボディですか、はい、あとアッパーカット、ムネスのアッパーです。入ってくるところ、さあムネスの懐に飛び込んでいくナシロ、さあボディを打つ、しかし右を合わされました。第4ラウンドが終わっています。チャンピオンナシロノブオ、プロからデビューして5戦目で世界ランカーを破りました。6戦目で日本チャンピオン、7戦目初防衛を果たして、8戦目で辰吉と並ぶ最速タイ記録、世界タイトルを取りました。これまでも無謀とも言われたチャレンジを続けてことごとく勝ち上がってきたのがチャンピオンのナシロノブオ。今日が2度目の防衛戦、最強のチャレンジャーを迎えています。さあ試合は第5ラウンドが始まりました。今少しナシロの表情、白い歯が見えましたが、かなりムニョスのそのセレス小林さん、はい、パンチの威力というんでしょうか、感じている部分もあるんでしょうか。そうですね、思ったよりも距離が遠いんじゃないですかね。遠いですか、はい、やはりこのパンチをかいくぐって中に飛び込まなければ自分の距離で試合をしたいナシロなんですが、なかなかそうはさせません。ムニョスの動きが思ったよりいいですよね。いいですか、はい、村山さん、はい、その通りですね。チャンピオン陣営ね、左のジャブをつきたいんだけれども、はい、に右当たった右がカウンターで当たりました。ナシロの右が当たりました。はい、小山さん、はい、ジャブを打つと、ね、右のストレートをかぶせてくるんだと、だからなかなか入りにくいんだけれども、はい、なんとかフェイントでもいいから踏み込んでみろ、そういう指示ですね、はい、ここは勇気を持って踏み込んで、そして連打を打っていきたいチャンピオンナシロの棒。逆にムニョスの方がフェイントをかけたりして、うまく当てていきますね。またこうやって横に回りながら、はい、これはあと2、奥2だ、踏み込んだ。やっぱりムニョスの方も警戒してると思いますね、ナシロのパンチを。そうですか、まともに盛らないように横に動いたりしますからね、はい、村山さん、はい、そのムニョスなんですけれども、やはりですね、左のジャブが当たり出してリズムが出てきたと、このジャブが当たり出したら左が当たりました、生きてくると、はい、そうですよ。今左のジャブ、思わず体をのけぞらせたチャレンジャーのムニョス、さあナシロがチャンスをつかむかどうか。アッパーカット2のアッパーです。ムニョスショートレンジのアッパーが当たりました。またアッパーだ、ちょっともらったね、ムニョスアッパーがナシロ顎を捉えている。しかしナシロも打ち返す。まだプロではダウンの経験はありません、チャンピオンのナシロ。一方ムニョスもダウンを喫したのは1試合だけ、 KO 負けはありません、チャレンジャーのアレクサンデル・ムニョス。お互いタフなファイター同士の一戦です。大きなアッパーカットをもらっていますが、ナシロ攻撃の手は緩めません。このラウンドも残り1分になりました。時より大きなパンチ、このパンチで試合の決着がつくかもしれないという大きなパンチをお互い出しています。ワンツーを見せました、ナシロ。しかしムニョスのパンチも当たっています。距離を取ってジャブを伸ばしてくるチャレンジャーのムニョス、振り込んで左、あっとこれはちょっと低いか。今レフリーから注意を受けます。レフリーはラファエル・ラモスです。ただどうしてもそのセレスさん、はい、ボディを狙っていきたいところですよね。ボディも狙いたいですね、はい、ただ今日ムニョスの手数ってか左ですか、これが多いですね。そうですよね。さあ左から右、また連打、なんとか攻撃のチャンスを見出したいナシロ。ナシロを抑える、前へ出る姿勢は崩していない。さあ第5ラウンド、あとアッパーだ、ムニョスアッパー、しかしカウンターで見当たったナシロ。さあムニョスが連打、残り10秒来たところでお互い打ち合いになる。ワンツーだ、ムニョスのワンツー。このラウンドほとんど時間がない、終盤激しい打ち合いがありました。第5ラウンドが終わっています。お互いにビッグパンチを応酬しています。第5ラウンドまで終わりまして、試合は中盤。このアッパーですね、飯田さん、これは強烈ですね、
あのセレス小林さん、はい、このアッパーもストレートも何度も受けたと思うんですが、はい、そのパンチの威力というのはどうなんですか、ね、ただ以前より、はい、あのムロスのパンチはすごいコンパクトになってますよね。コンパクトですか。前よりはちょっと大きくないですよね、という飯田聡さん、そしてセレス小林さんの解説をお送りしています。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、早くも試合は中盤の第6ラウンドを迎えています。ちょっと今日印象がムロスの変わったんですけど、まあ、以前はあのボクシングというよりもですね、はい、自分のパンチングパワーで相手をもう投げ倒すというイメージだったんですけど、圧倒するというイメージ強かったんですかね。そう、そういうボクシングしてるんですよね、はい、このこういう試合をしているとスタミナも持つんですよね、だからできるだけもう中盤ですね、もう名城選手チャンピオンは、はい、もうパンチを避けたいですよね、しっかりね。あ、なるほど。あの以前のムニョスのスタイルというのはセレス小林さんの時もそうでしたが、はい、まあ、とにかく立ち上がりからもう一気に畳みかけていって、ナイスクね、そうなんですよね、ただその反動として飯田さん、はい、後半ペースダウンするというのが、ね、ムニョスのスタイルではあったんですが、そうなんですけどね、もう本当にうまいボクシングを見せてますよね、はい、まあ、やっぱり、まあ、以前の、一発の破壊力よりは、落ちると思うんですけど、左右です、それだけやっぱりコンパクトなアッパー、はい、フック、きっちりと当ててますよね今日は、はい、そういう相手に名城はどうやってこの辺り中盤以降は打開していけばいいでしょうか、飯田さん。そうですね、まあ、やっぱ前から正面に身が張った、こういうところもしっかりと当てに行く、はい、さっきみたいに大きなパンチ振ってくるときは今みたいにもうバックステップでいいので、ちょっともうかわしてから振りさせるのが一番いいと思いますね。今ワンツーは空を切らせましたチャンピオンの名城、この後にまた少しステップを踏んでムニョスのパンチを受けています。やっぱりブロックよりも空振りの方がスタミナ使いますからね、ロスしますからね、はい、あのセレス小林さんが先ほど言っていたように、そのガードの上からでも打たれてはいけないということなんでしょうか、セレスさん。そうですね、あの名城選手としてはですね、少し先に行きたいですよ、もっとね先に行く、はい、少し5点になってますよね。あ、そうですか、はい、あと右のダブルが当たった、名城の左のダブルが当たりました、素早い左のダブルを打っていきました、チャンピオンの名城信夫、第6ラウンド残り1分になりました。赤コーナーのセコンド藤原トレーナーからも大きな声が飛んでいます。左の連打を見せていきます、足を使います。さあ距離をまた踏み込むチャンスを伺っているチャンピオンの名城信夫、低い体勢、あっとムニョスの身が飛んできた、いいですね、チャンピオンこういう足が使えているといいですね、はい、このラウンドは比較的ムニョスのそのパンチを空を切らせているという印象がありますが、さあムニョスが足が止まった、名城も打ち返す、チャンピオン右の相打ちやってますね、はい、右を合わせていきますか、合わせていきますね、はい、あっとムニョスの連打、しかしここはガードしていました、また少し表情を変えました、何かムニョスをチャレンジャーを挑発するかのような表情です。チャンピオンの名城、チャンピオンが前に出る展開になってきました、前に出るか、プレッシャーができましたよ、さあチャンピオンがプレッシャーをかける、第6ラウンド残り10秒になりました、さあワンツーだ、名城、そして左、名城がじりじりっとプレッシャーをかけるがムニョスも打ち返す、激しい攻防になりました。第6ラウンドの終盤、名城のいいコンビネーションブロー、この左ボディから顔面への連打、速い連打がムニョスの顔面を捉えました。このスナップを、素早いパンチをスナップを効かせて打つために、そのチャンピオン陣営はメキシコ製の手首が柔らかいグローブを希望していたといいます。その希望が叶って、この試合メキシコ製の8オンスのグローブが使用されています。あのグローブをよく見ると分かるんですが、少し手首の部分に余裕があるんですよね、飯田さん。そうですね、まあ、はい、本当にあの個人差あるんですけど、きつく締める、タイプと、はい、手首まできちきつくですね、はい、名城チャンピオンの方は、逆に緩く締めるのが好きなような感じですね、はい、その緩く締めるのはなぜですかと聞きますと、そのスナップを効かせるためなんだというふうに名城チャンピオンは話していました。この紐の締め方、バンデージの巻き方というのは陣営の藤原トレーナーしかできないと言います。まあ、ですからそのファイターといえども、いろいろなところでそうやって自分の良さを引き出すために飯田さん工夫をしてるんですよね、はい、そうですね、はい、さあ試合は早くも後半第7ラウンドが始まっています。村山さん、はい、名城サイドなんですが、ムニョスは、ね、だいぶ疲れてきたというふうに見てますね。そうですか、だから、ね、ジャンプ中心で無理することはないんだと、はい、いろいろな左のバリエーションを使って一発ボディ入れたいね、そんな話しています。セレス小林さん、はい、そのチャンピオン陣営の見方はどのように、いや、スタミナだいぶ切れてきてると思いますね。そうですか、はい、ただ、その辺は強制してないんですよ、はい、
急激なバテ方をするかなって言ったらちょっと疑問なんですよね、ブラジル選手としてはもっとボディ打ってですね、相手を嫌がらせたいですよね。嫌がらせたい、はい、そのためには踏み込まなければいけません。チャンピオンの名城、時折いいパンチが顔面へ、そしてあとは左が当たった、サレンダーになる。いやどちらもいいパンチが今当たりました。あの危なかったですね、はい、ムニアスのパンチ、そして名城も打ち返してきました。これはもう一瞬で決まるかもしれない、ボディへの連打。ムニアス大きなパンチ、ドスンドスンという音がこの放送席にも